パーダンピングビデオシリーズ。すでにやめたインベーダーの村です。己を信じろ、スーパーダンピングタイム間ナンバーワン決定戦。おはようございます、ヘルダンプです。今日はインベーダー野村が持ち込みした企画、はい、今言ったスーパーダンピングタイム間、己のなんとかタイム間ナンバーワンなんとかをやります。はい、ということでベーダー、今日ルールの説明を、はい、ルール説明、はい、ストップウォッチで10秒押していただきます。うん、はい、まあ、いわゆる見ないで、はい、己のタイム感だけでピッと止めろってこと、はい、それを1人3回やっていただいて、3回の中の一番いいタイムで競いたいと思います。うん、まあ、いわゆる我々、うん、バンドマンは、はい、リズムというものにさ、うん、そうよ、精通してる生き物じゃない、うん、結局時間っていうのはリズムだからね。そうだから、バンドマンとしての進化が問われるわけだ。え、それなんやってどうなるん、やって GOD。 おいおいお前、え、何もないと頑張れないのか。そんなことだろうと思って。あ、これはじゃあ勝敗を決めるんだね。え、誰が一番10秒に近いかを。まず1位はゴッド、ゴッド。2位は普通、ノーマルノーマル。3位は普通以下。4位はドブゲロだ。やだ、ゴッドの人にはなんと商品がございます。総額2000円分の商品でございます。すごい。え、そうだよ、だ自腹で出す本当嫌な金額の本当ギリギリを言ってる。3000円だとちょっと、そうだ、ね、3000円も出さない。1000円じゃ多いか、うん、少ないかな。1000円でも十分ですよ。でもそれ、ベナちゃんが GOD になった時にもらっても嬉しいものってことだよね、きっと。うん、もちろん。そうだよね。何言ってんだ。俺とも。ということで、じゃあやってみよう。はい、早速ね。スタイトーグー、じゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんぽん。イエーイ、最後。最初はグー、じゃんけんぽん。じゃあ、3番目。あ、選べんの、勝った人から。いやでもさ、ライブイベントと一緒で、うん、だんだんその出てくるのが遅くなればなるほど、うん、鳥っていう扱いになるじゃん、うん、どんどん盛り上がる、尻つぼみになっちゃうんじゃないのかなと思って、俺最初にやるわけでしょ。では総帥、うん、1回目構わぬ総帥のタイミングでお願いします。はい、我がタイム感とくと味わえ。これ見ていいのこれ。はい、総帥ご覧になってください。自信のほどは。もう最高ですよ。9.03。意地よも短い。意外と短い。早いんだ。早い。ちょっとこれは、これはちょっと難しいね。やれるんじゃない。これはちょっとね、なかなかやっぱ自分の1秒とね、このパソコンの1秒というのは誤差があるから。一緒だ、一緒。そこがズレなんでだ。そうだ。セカンドタイムストッパー、すでにやめたインベーダー野村。あはあはあ。一言やっぱり、お前らクズどもには負けねえぜ。やっぱやめたからにはやっぱ余裕があるからな。タイム感はあるってことを見せてやる。というわけで、じゃあベーダー今日のタイミングで行ってくれ。緊張するぜ。おお、見るぜ。おお、見るぜ。おお。だからお前はダメなんだよ。1秒以上。嘘だろ。
だからお前は何にもできねえんだよな。ベースも弾けねえしよ。だってお前も近いようなもん。ミニ四駆は早いけどよ。そんな変わんない。全然変わんないよ。途中が違う。全然変わんない。時間止めんのも早いしよ。くそー。私か。では、アメーバイザーさん。はい。お願いします。はい。あのね、二人の見てた感じね、やっぱちょっとね、緊張してるから早いのよね、カウントが。結構緊張するんだよ、ね、平常心を保たないと。おお、いいね、いいね。もうバンドマンとしてはダメでございますよね、はい、ここまで言ってるんで、まあ普段私口酸っぱくリズムと言ってますんで、面目を果たすであってのかな、保つか、保ちたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ伊沢さん、はい、ご覧になってください。おお、結構 10.16。 おっと、しっかりじゃない、まあ、10.16 これ、まあまあまあ。それでは、はい、ひろみちゃん、はい、一周目よろしくお願いします。お願いします。ベースだもんね。アヌビスタイム、ゴー。はい、はい、あ、これ終わってるわ。ひろみちゃん、ひろみちゃん、では怖い怖い、タイムをご覧ください。怖い怖い、嘘、これ終わってるよ。 12.69。 嘘だ。ドーブゲロ、ドーブゲロ、ドーブゲロ。というわけで第2回戦かな。では総帥、第2周目だね。はい、やっぱり一回やってみて、はい、これいかに人間というものが時に支配されているか、うんうんうん、この1秒というものを60回数えることで1分になる、そんな簡単なことすら俺は忘れていたね。はい、というわけで我がタイム感とくと味わえ、いくぜ。さて、いかほど。そうそう、自信のほどは。自信は正直あまりないから。なんでないんだよ。さて、いかほど。ではご覧ください。いくぜ。8.79。ファストファスト、すごいのよ。ドーブゲロ、ファストファスト、ドーブゲロ、ファスト。これ早い、早いよ。早い、そんな、こんな早い。そうね、早いもん、いつも、テンポ。やっぱ、ライブ早い。乗ってくると早いんで。ヘビーメタルばかり聞いてるからか。ファスト、ファスト。というわけで、インベーダー野村第2週。もうすでにやめたのに、時間をいかに。戻ってない。あ、時間戻ってない。戻ってない、ね。さっきはね、8秒92でした。8秒92。うん。こう修正してできるっていう、できる男だっていうところね、うん、この貴様らに見せたいと思います。そうだね、ミニ四駆だけ速い男だと言われ続けてきた、すでにやめたインベーダーもリズム感がないと言われた。そうそう、うん、そうだね、汚名を晴らすべくね、べく時間を止めるべくだ。まあ総帥なんかゴミだね。なるほど、見せてやるよ。やっぱやめたから余裕があるね。よし、行くぜ。どうですか。いや、これどっちかだな、はい、遅いか早いかだな。ジャッジじゃない、ジャッジ、もう自信ないんだ。遅いか早いかなんて、それそろそろ、みんなそうよ。じゃあ11秒ぐらいじゃない。はい、じゃあ見るぜ、見るぜ。正解。ドーブゲロ、ドーブゲロ。もうじゃあ僕ちょっと余裕あるんで2周目。あの普段、うん、つくばエキスポって曲のギターソロでこうぐるぐる回るんですよね、うんうん、あれだいたい1回転1秒だから、その法則のそんなことあ、そんなことやっていいんだ。そんなこと始めちゃうの、うん、つくばエキスポストッパーだ、つくばエキスポ10カウント、うんうん、なるほど、いいね。じゃあアメーバ伊沢さんの2回目、うん、お願いします。はい、
まってない、止まってない、止まってない、止まってない、はい、もう目も当てられねえ、もうほんとつらい、あーちょっとね、なんとなくもうなんかもうつくばエキスポというよりスーパーダンピングクルクルだよね。ただなんか胸が熱くなったね。クルテルさん懐かしくなった、うん、ここでちゃんとやれれば私大丈夫だって言わせる、ね、今のところでもドブベゲロですよ。ドブゲロだけどいいの。ではのみちゃんの2回目、はい、お願いします。今度はオシリスにお願いする。オシリスタイムゴン。はい、もういいんじゃない。嘘。お、ひろみちゃん、じゃあいい感じ。いいんじゃない。いい、どう、なんともなんとも言えない感じなんだ、うん、面白くもなんともない。10点やったー、はい、すごい、イエイエイエイ、2位じゃない。ウェイウェイウェイ、あたしが勝てる。2位に浮上しました。もうさ、急に元気なくなって、すごい元気なくなってんすっかり俺一つだけ忘れてたことがあって。何？あのね、俺の親父、俺の親父あの矢沢永吉のファンでね、その息子なわけですよ俺、はい、矢沢永吉のこの有名な曲にこの時間よ止まれっていう曲があるじゃない、名曲、そのことをすっかり忘れてたもんだから全然ダメだった。全然何ってか分かんない。というわけで、はい、時間よ止まれ、いきます。はい、はい、お、そうせい、時間よ止まれ。自信ありそうですね。おっと、自信あるかないかわからんが、ではそうせい、なるほどね、ご覧、ご覧ください。まだまだ見ないよこれ、はい、俺に優勝商品がかかってくるから。そうよ、正面に来た時にパッと見るぜ。どこで正面、ここか、はい、いきます。背中だけどね。あーくそー。あー、俺も悔しいよ。ちょっと顔映ってない。顔映ってない。顔映ってない。もうちょっとしゃがんで。ノーコメント。春尾さんが1位になっちゃうの、血の飲む意味もない。確かに自分で買ってきたもん、ね、めちゃくちゃ今からいい成績出してる。そうすると今いいこと言ったね。何何何。ベーダー教が優勝しちゃったら何も面白くないって。うんうん、面白くない。それをやる男だから。ああ、それこそがやっぱベーダー教の真髄よな。そう、ああ、ベースも弾いて面白いことも言える、うん、だけどタイム感だけは、うん、いるよなそいつ、いらねえ、いらねえ、いらねえっていうかいねえもん。それがそれが俺だよ。というわけで、じゃあすでにやめたインベーダー野村の3回目、はい、これでベーダー教がものすごいいい成績を出しちゃったら、うん、自分で買ってきた商品を自分で持って帰るっていう何とも言えない結果になるというこの奇跡の瞬間を皆さんご覧ください。アメーバイザーニャー、商品やらねえぜ。どうだか。あ、俺ね、1秒飛んだんだよな。え、あ、じゃあ感覚的には、感覚的には11秒、1っていうところを2で数えちったんだよ。あ、本当に。あ、だからさっきあって言ったの、だからその後。そっか、でもいや、ベダキョーみんなの反応を見ると近いとこ行ってんだな。いや、ベダキョー俺驚いてる。私も今びっくりしてる。見るぜ、本当に矢沢駅者ベダキョーなのかもしれねえな、うん、おお。これは無理じゃない。本当に本当にベースも弾けに面白いことも言えねえ、ミニ四駆は速い、しかも時間止めるのもうまい、なんなのこれ。じゃあこれやっちったな。なんで自分で買ってきた優勝商品、なんなのこれ。いやこれ肩払いたし。なんなのこれ。
これはさすがにもうじゃあアメーバが 10.00 出してさ、うん、優勝商品さすがに持って帰ってほしいわ。いや 10.00 マジで出すしかないってことだね。じゃあはい、いきます、ラスト。いい、はい、この反応見れば分かるだろ、うん、つくばエキスポでくるくる回ってくるなよバカ野郎。気を照らってよ。10秒77でした。何も言えねえよ。中途一番面白くもなんともねえ結果だなこれは。いや最後はヒロミパトラの、はい、はい、やっちったなって、なんかもう優勝する気でいるみたいだけれども、どういうことかしら。まあ勝てるわけねえよな、うん、なんでそういうこと言うの。いや無理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 。やります、お願い。スフィンクス、はい、なんで誰も何も言わないの。ヒロミちゃん、何商品を欲しい、もらえるかどうか、じゃあご覧ください。えしかもさ、私さ、これさ、さっきよりも良くないとさ、私ドブゲロなの。いや、そうだね。あ、そうか、だから今これ最下位決定戦ってことだよ。あ、そうだ。だからね、今見るのすごい怖いの。ヒロミちゃんが9秒69より近いか、10秒31より遅かったらドブゲロ。ドブゲロ、あ、ドブゲロだ。どうだろうな。ではご覧、ドブゲロって言ってるじゃん。ねえ、許して。はい、ドブゲロ 10.54 ドブゲロ、ドブゲロや、 DBGR ドブゲロ、ドブゲロ、ドブゲロ、ドブゲロ。皆さんお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。成績発表、パフン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 。第4位のドブゲロは誰だ、ダガ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 、誰だ、10.54 を叩き出したヒロミちゃんでーす。ドブドブゲロゲロ、ドブドブゲロゲロ、ドブドブゲロゲロ、ドブドブゲロゲロ。10.54 って、でもそんなひどくない、そんなにひどくなくない、みんなが、むしろこの辺で競ってほしかった。バカなこと言ってんじゃん。俺たちはバンドマンなんだよ。そんなにひどくないとか、そういう問題じゃねえんだよ。お前がバンドマンなんだよ。全部だった、悪い、うるさい。第3位の追加はサザン総帥、9.69。惜しかったね。俺あなた全部10秒切ってましたよ。ああ1回も10秒いってなかったよ、ね、体感が早いってことだ ね、まあ、そんなもだもだ知られないよね。行き急いでる、行き急いでる、せっかちやからね。俺すごいせっかちやから、ね、俺待てない男だから、ね、そうね、はい、向いてなかった、ね、向いてない、向いてなかったわ。だからまあ当然の結果でしょうな。まあこの3位普通以下っていうことなんだけど、普通以下じゃないからね、うん、俺どう考えてもそこ言ったら何言ってんだよ。意味わかんないわ。第2位、はい、普通アメーバ伊沢さんです。 10.16、はい、どうも。おい、拍手しろよ。おい、普通です。なんか普通以下、なんか普通の割にすごい嬉しそうなのが嫌だ。普通ってよく言われるから、まあなんかこのなんかね、よく出てるよ、人間性が出てるゲームだったから、うん、そうだね。俺気づいたことあって、他のみんなここでスタートしてなかった。うん、カウントしてからスタートじゃなくて、うん、ここはもう入って、うん、そうだね、あ、そう、うん、あれはなかなか難しいと思うよ、そこで始めるの。だ、次の1が難しいってことでしょ。そう、まあ、明治大学、ね、そういうところ で、 でもね、アメちゃん普通だから。そう、結局そう、ね、結果的に偉そうに答えてるけど、別に1位じゃねえから、1位じゃねえ。そうだ、この脳ガキヘルメット。優等生は顔の結果。はい、まだ
人もう一人。もう一人今2位じゃん。3位じゃない ?4 位じゃない ?1 位は一体ここに誰だ。トップオブなんだっけ、一応なんだっけ、ゴッド、神です。ああ、時間止める神だ、はい、時間さえも自由に操れる、うん、神は時間を止まれよ、なんと、うん、10.01 を叩き出した。でも本当すごい、ね、すごい、本当にすごい。インベーダー野村さんです。いや、素晴らしい。ジンオーディーだ。いや、あのね、本当に、うん、素晴らしいよ。これには文句ないっしょ。文句ない。うん、いや、本当に過去にこのミニ四駆だけ早かったり、うん、なんかいろいろ散々罵倒され続けたベーダー教がさ、うん、罵倒されてるんだけどミニ四駆でも1位取ってるし、そうだね、1位だったもんね。時間を止めでも今回1位取ってるでしょ、うん。あとキャンプでも何かと火起こしとか成果発揮する。こんなスペック高い男いないよ。実はできる男なんて。何にもできないみたいに言われてきたインベーダー野村だけど。そうだよ。そうそう。こんなにスペック高い人間なかなかいないし、できないの本当バンド活動だけだったんだよね。バンド活動以外は大体そつなくこなすベーダー今日。このタイム感がベースで生かされてればね。おうるせえ。じゃあちょっと悪いけど、うん、ドブゲロははい、ドブゲロ俺に商品くれる。あ、はい。ちゃんと用意したんで。クオカードじゃないのこれ。図書カード2000円分でした。本当の現金じゃん。もう本人もさ、うん、自分が買った時のためにチョイスしたような一番優勝商品だよ。これ困んねえもんな。確かに。じゃあなんだよこちら、俺2500円で図書カードです。どうぞ。イエーイ、自分で買ったぜ。おめでとうございます。すごい、素晴らしい。ベーダー教それ1500円で売ってくれよ俺に。せこいな。というわけで、はい、今回はこのベーダー教企画による、はい、なんだっけ、タイトルコールもう一回。自分を信じろ、スーパーダンピングタイム感ナンバーワン決定戦でした、はい、ということで面白おかしくやってまいりましたけども、皆さんこの、はい、改めてね、バンドマンとして自分のタイム感というのがこの、うん、見えたんじゃないのかなと。俺も本当に自分のタイム感があんなに走ってる人間と思ってたでしょ。前のめり前のめり前のめりで、うん、確かにバンドでもずっと言われたことは多々あったからね、うん、君は前のめり走ってるねみたいな、それが如実に現れるんだなと。確かに、うん、だから君はちょっと遅いよね。だからそういうドラマーが入ってくれればちょうどいいのかもしれないね。アメちゃんはやっぱり優等生タイプって感じが出て、ちょっとつまんなかったよね。うん、いやそんなことないですよ。あの2回目だってつまんなくない、くるくる回ってエンターテインメントしたじゃん、うん、見せたよあれは。見せたじゃん、うん、余裕があったらね。そうそう、だからみんなすっごい咳込んでるけど、ごめん、各々のそのあれがよく出たところでベーダー教はやっぱり天才だったということ。そうだね、なんだかんだね、うん、やっちゃったね。うう、そうそう、というわけでじゃあ皆さん、じゃあベーダー教最後のご挨拶、はい、エルダンプは普通と普通以下、ドブゲロしかいないでーす。それではさよならー。